まもなく始球式が行われます。フランク・ロビンソンですね、3カウント取りました、はい、そのフランク・ロビンソンさんの指示を受けて今日は12歳のエリス・クレメンツさんがクレメンツ君がこうして始球式を行います。大きく振りかぶりました。エリス・クレメンツ君の始球式が終わりました。これは地元でボランティア団体に属しているんだそうです。1番ケニー・ロットン、2番セカンドアロマ、3番センターグリフィー、4番ライトゴンザレス、5番ファーストトーミ、6番ショートアレックス・ロドリゲス、7番キャッチャーイヴァン・ロドリゲス、8番サードのカル・リプケン、ラストバッターピッチャーデビッド・ウェルスです。年連続サイ・ヤング賞、115三振と出ています。これはナショナルリーグで第5位の成績です。ただ森永さんね、ええ、ちょっとこの成績に水を差すようで悪いんですけど、はい、オールスターで意外と悪いんですよね。あ、そうですね、はい、オールスターではよく打たれてるんですよ、何かそれはどういうことなんでしょうね。やっぱりまともな駆け引きをしないのかもしれませんね。なるほど。レギュラーシーズンのようにこう非常に彼はやはりコントロールですから。そうですよね。ワールドシリーズに残してなかなか手の内を見せないとそういうことも考えないこともないですよ、はい、ディフェンスをご覧いただいています。61本のホームランを超えることができるかマーク・マグワイヤー。今日は打席でどんなホームランを見せてくれるのか楽しみです。ナショナルリーグとアメリカンリーグ混成の舞台で進められます。出ているのはレギュラーシーズンでの成績です。ファーストピッチ6時42分レフトの前ボンズを抑えましたが先頭バッターケニー・ロフトン出ました。それだけにもうどのバットも息が抜けないんですよ ね、 本当に。ね、2番アロマスタートを切りました。ピアッツァの方です。盗塁成功ケニー・ロフトン。そして早くも送りますがマグワイヤどうかベースカバーセーフ。この間にロフトン3塁チャンスが広がってノーアウト1、3塁でケン・グリフィーですからここは楽しみですね。本当ですね。さあマダックス・ピアッツァのコンビがどういうふうにこのグリフィーを攻めていくか初球注目です。一塁ランナースタート切って高くこれは内野のファールフライマグワイヤーいったワンアウト。グリフィー最初の打席はライバルのマグワイヤーのところに上がるファーストファールフライです。おーテキサスの地元でしか流れないこのホアン・ゴンザレスのテーマが流れました。このバッターも本当にホームランを打てるバッターですよね、26本現在3位タイ。どう攻めるか。101打点はもちろんアメリカンリーグトップ。右へフェアか。ご覧のように101打点、ケン・グリフィーが79、トーミが73、パルメーロ72、ラミレスが71とクリーブランドがこの中に2人入っています。トーミとラミレスです。メジャー10年目オールスター2回目、一塁ランナースタートを切りますがファール。一塁ランナーまたスタート、バット折れた。二塁は投げない。一塁だけです。スタートを切っていました。クリーブランドインディアンスオールスターはこれが2回目、ただ先発メンバーは初めて。23ホームランはベスト10の第5位、3割2分6厘は第7位、73打点は第8位です。非常に選球眼のいいジム・トーミです。外いっぱいですがフォアボール。ロドリゲスが
今年で3度目ですかね、オールスター。そうです。でよく見ましたらね、この、はい、今日出てるオールスターの中には3人ね、あの20歳で出てる選手がいるんですよ。それはイヴァン・ロドリゲスと、はい、このアレックス・ロドリゲスとケン・グリフィー・ジュニアなんですよね。そうですね。20歳ですよ、オールスター。いい球です。96年アメリカンリーグの首位打者。すごい、ナイスキャッチ。最後は91マイル145キロのストレート。マダックスノーアウト1、3塁、そして2アウトフルベースのピンチを脱しました。芸術品ですね。本当ですね、本当ですね。1回の表アメリカンリーグの攻撃が終わりました。試合は1回の表アメリカンリーグはノーアウト1、3塁、2アウトフルベースというチャンスだったんですが、精密機械マダックスの見事なコントロールに得点することはできません。その裏、今日アメリカンリーグの先発ピッチャーウェルズがマウンド。先頭バッタークレイグ・ビジオ・ヒューストン。わあ、ナイスピッチですね。スクリューボールですね。この球が一つね、はい、彼の武器になっています。それとアレックス・ロドリゲスがショート、外野はロフトン、グリフィー、ゴンザレスです。バッターボックス安打製造機、メジャー17年目、オールスターはなんと14回というトニー・グイン。ご覧ください、3割2分9厘、過去4年連続含め8回の首位打者。最高は94年の3割9分4厘でした。ゴールドグラブ5回。詰まってます。グリフィーか。最後はレフトが抑えました。さあ、そしてマグワイア登場。現在37ホームラン。このままいけば71本になろうかというホームランです。富井壮さんが見ています。おー、まずはストレート。そうですね、力できましたね。ウェルズ144キロ、ご覧のようにスラッギングパーセンテージ、長打率7割6分9厘。ストレートの後は2球続けました。完全試合男とホームランキングを狙うマグワイヤー、バットが折れました。折れましたね、はい、アレックス・ロドリゲス。まずはウェルズが勝ちました。さて、この回の攻撃はイヴァン・ロドリゲス7番。このロドリゲスが、まあ、私は思うには、はい、メジャーナンバーワンじゃないかなと思いますね、キャッチャーとして。はい、今一塁側のナショナルリーグの投球練習場では左のグラミンが投球練習を始めました。右、いいバッティングです。28メートル、右中間が 129.2メートル、ダブルプレーコース。ダブルプレー。しかし、あのマダックスの計算され尽くしたピッチングっていう感じですね。インターリーグ以外はバッターボックスに入ることのないウェルズ。昨日はあの自分にもバッティング練習をさせろと言ってダダをこねたんだそうですが、なるほど、ね、スイング取られました。三塁はアメリカンリーグのリードです。こうしてジータが笑っていますが、ピッチャーのウェルズです。お、しかしビジオ正面、スリーアウト。マグワイヤー、何かこの声をかけられてますね。これがオールスターでしょうね。そうでしょうね。イズのチームカラーの紫ね。そうなんです。それがマイルハイ、標高1600メートルを示しています。先ほどまで29度近くあった気温が少しずつこの空気が冷たくなっています。今7月7日の午後7時8分を回ったところですが、今日はですね、夜にちょっとご覧のように雲が厚くなっていまして、シャワーの心配があるという天気予報だったんですが、まだ今のところ明るさはあります。ただ照明灯に火は灯っています。第69回を迎えました。まだこれ雲がなければまだあのお日様は照ってるんですよね。そうですね、日没になってないんですよ。9時前まで明るいというこの時期のデンバーです。
失礼、ボンズです。クレメンスが投げています。クレメンスが投げてますね、はい、バッターボックスは4番のバリーボンズ。グラービンが投げてその背中でクレメンスが投げているというね、ちょうど背中合わせになっているブルペンです。メジャー13年目の33歳。4040は96年、これはカンセコに次いで2人目ですかね。そうですね、これが3回目。3割飛んで9厘、21ホームラン、69打点、69得点というのはナショナルリーグ第3位という今のプレートです。詰まってます。6-4-3ダブルプレー、ナショナルリーグもダブルプレー。3割飛んで8厘、14ホームラン、48打点。5月15日にはフロリダに、5月22日にはメッツに移籍しました。詰まってます。セカンドアロマーが回り込みました。ここまで行ってアロマー3アウト。なんかチェックしましたよ、ボール、今シーズンの成績です。12勝3敗、 2.63、 唯一の左ピッチャー、ナショナルリーグ。1回2回は塁を賑わせているのはアメリカンリーグです。グラビン先頭バッターを歩かせました。内野安打、アベレージ2割3分8厘。9回目のオールスターです。低めの球すくい上げました。内野フライです。前進してきてここで使いましたビジオパスからね。7回目、今回でオールスターでの成績です。AB はアットバット、打席、ヒット、H です。2位アメリカンリーグ。ストレート、右中間、落ちそうだ。さあ、ロフトンは2塁を蹴って、3塁ストップ。ワンアウト1、3塁。まずはケン・グリフィー・ジュニア、センター右へのシングルヒット。ちょっと今のがチェンジアップ、85マイル、136キロ。まだヒットがありません。ここはケン・グリフィー・ジュニアがホームランダービー優勝を飾りましたが、このホアン・ゴンザレスは93年ボルチモアで行われたホームランコンテストで見事にトップ、チャンピオンに輝きました。非常に深めに守っている外野手。高めの球打ち上げてファースト後方、ビジオが回り込んでここまで行きました。ビジオ三塁ランナーロフト戻ります。おっと乱れましたが、この辺りは寄せ集めですね。ちょっと乱れましたがピアッツァがしっかり抑えています。メジャー8年目27歳、オールスター2回目、まだヒットなし。去年のオールスターが初出場でした。去年クリーブランドワールドシリーズでは2本のホームランを打ったトーミー、これも高く上がりました。レフトのボンズがここまで来てファールグラウンド3アウト。ノーアウトからランナーが1回2回と出て3回と出ていますが得点できません、そうなんですよね、ここもう1本出ればという感じなんですけどね。ただここまではやはりマダックス、グラビン褒めるべきでしょう。そうだと思いますよ、はい、このメンバーを、ね、抑えてますから。クレメンスは確か3000打三振をやりましたね、はい、この記録はまたすごいんですよね。3000奪三振が7月の5日キャンパベイのランディ・ウィンに対してですね、ま、11人か12人ぐらい聞いないでしょ。そうです、11人ですね、そうですよね、はい、彼が11人目です。これはなんかね、なんかこういうクラブって言うんですかね、大記録を打ち立てたクラブ、では一番ピッチャーは少ないらしいんですよね。それも最近はなくてですね、バート・ブライルベンというツインズにいたピッチャー以来ずっと3000奪三振というのはなかったんですね。300勝とかいう方が多いんですよ。そうなんですね。ああ、そして
彼の最初の三振というのは、1984年に5月15日に取ったんですが、はい、その三振の相手というのが今日のオールスター監督のマイク・ハーグローブですよ。そうです、そうです、そうなんですよね。そのクレメンス今マウンドに上がりました。オールスター6回目、34歳、ベテランのクレメンスがこうしてロドリゲスと今この後ピッチングの打ち合わせなどを行っています。さあラリーウォーカーです。キャラの MVP ですね、はい、カナダ生まれのこのウォーカー、カナダ生まれの選手で初めてなんですね。そうなんですね、はい、6回目ちょっと詰まってますが放送席の目の前まで飛んできました。ラリーウォーカーは明日結婚式を迎えるそうですが、クレメンスご覧のように3002奪三振、ラングストンが2400、エッカーズリーが2388という、これは素晴らしい成績です。さあどんな球か、結局歩かせました。シーズン3割1分2厘、メジャー12年目でようやく掴んだ初のオールスター。先ほど奥さんに抱かれて息子さんも映っていましたが、レフト、レフト、レフト落ちた、ノーアウト1塁2塁。カルリプケンが前に来ていますがちょっと後ろに下がり気味、今度は前送りました。ナイスバントですね。ここはエース仕事をきっちりとこなしました。でグラビンですね、あ失礼、グラビンがしっかりと送りまして2塁にウォルトワイス、3塁ラリーウォーカー、1番のビジオ詰まってファール、当たりましたね。当たったんですね、当たったんですね、当たったというかかすりましたね。あフォーク系ちょっと落ちる球です。スライダーじゃないですか、スライダーですか、はい、そうです。低めの球抜ける、抜けない、センター前にボールが転がっている、1人戻った、そして2人目もウォークアイスに戻った、ちょっと1塁ランナー飛び出していますが見事センター前ヒット。クレメンスも、ね、気が強いですからね、絶対逃げないと思いますけどね、はい、この勝負は面白いですよ。最初の打席ショートゴロ、できれば大きいのを見たいですね。詰まってファール、詰まってます、ファールです。おー速い球いきました、97マイル、160キロ近くです。三振です。バリーボンズ4番登場、こちらはトゥインズのピッチャーラドキーです。18打数4安打、どうか、高く上がってここまで行って、どうか、どうか、どうか、もう一つです、もう一つ、ホームランの出やすい球場ですが、ボンズの球ウォーニングゾーンには入りましたが、もう一つです。ダグインメジャー17年目、オールスター14回目、88年を除いて14回連続のオールスター、過去8回首位打者、4年連続を含む。森永さん、はい、今年もね、ラリーウォーカー今首位打者ですか、そうですね、でも打率は低いですよね、今3割3分1厘です ね、 ね、はい、で今トニー・グリーンも3割2分いくつ打ってますよね、2分9厘、はい、だからまだまだね、首位打者になる可能性十分ありますよね。あと彼の場合は現在2874ヒットなんですが、あと126で3000安打になるんですね。去年確か220本ぐらい打ちましたか ね、 そ, でね、でそのぐらい打てば3000本になると思いますよ。そうなんですね、シーズン前であと220でしたからね。こうして新人の2人がグリーン並んでいます。大事でしょうね。あ
オールスターでは5打数1安打アレックス・ロドリゲス。マリナーズ96年のアメリカンリーグの首位打者を取ったんですが、その時3割5分8厘21歳と2ヶ月で取りました。これは歴代の第3位という年少系、この記録を持っています。メジャーデビューしたのが今から4年前、18歳と11ヶ月というその若さでした。1・2塁間、うまいバッティングです。いや今のはボールでしょう、リーチが長いですよ。22歳とは思えないうまいバッティングを見せました。オールスター17打数4安打2割3分5厘ツーベースヒット1本、得点が2。現在バーニー・ウィリアムスがトップ、イヴァン・ロドリゲス第2位、そしてモリス、スティアーズ、ウォーカーと続いています。外の球センターですが落ちそうだ、落ちました。センター左、左中間浅いところへのヒット。ノーアウト、しないで当てていきましたね、落ちたところ。メイズを破ってメジャー記録のオールスター15回連続スターターとしての出場です。そうですよね、素晴らしいですよ。過去14回で2割5分6厘ホームラン1打点4というオールスターですが、どうかどうかどうか、お当たった、フェンスに当たった、フェンスに当たりました。一塁ランナー、二塁ランナーが相次いで三塁を蹴っている、蹴っている。今二人ともホームイン、同点、同点。やりました。鉄人カルリプケン、同点だ。ライトオーバーのツーベースヒット。あと9番のイーズリーが代打で出ています。ピッチャーのところですので、ここで代打、ランナー二塁。弾きました。取ったが投げられません、投げられません。1番のロフトン、これが3回目今日2の2。しかしこのロフトンはひょうきん者でしてね、非常にそのファンのサービスもいいしね、昨日も一生懸命サインをしてね、やっぱりこういうところですよ、人気があるのは。バット飛びました。グラビ一塁は間に合いました。ロフトンの足が速いんですが間に合いました。同点に追いついて逆転のチャンスを迎えています。4回4分1回から3回までノーアウトのランナー、特に1回はノーアウト1、3塁2アウトフルベースのチャンスがありました。こうしてアロマが兄弟でお兄さんが見る中、こちら弟の方ですが、お兄さんは去年地元で史上初という MVP を獲得しました。1対1の同点で出てきた7回ツーランホームランを放って MVP。 歩いてワンアウトフルベースでケン・グリフィージュニア登場。さあ今日のグリフィーですが、ファーストへのファールフライ、そしてセンター前のヒット、これが3回目。高く来ました、押し出しです。グラビン押し出しで逆転に成功したアメリカンリーグ、カルリプケンホームイン。ここでサンディエゴのケビン・ブラウンが出てきました。これは仕方ないことでしょうね。3人目のピッチャーです、ケビン・ブラウン。ご覧のように10勝3敗防御率 2.67。 4回目のナショナルリーグのオールスターティーム、ダイレクトキャッチでお客さんたちが大変喜んでいます。アッパーデッキ、低めの球すくい上げました。これは十分でしょう。三塁ランナースタート、タッチアップから今ホームイン。イーズリー戻って4点目、4対2。
バット折れましたね。折れましたけどね、はい、さすがでもゴンザレスのパワーですよね。力ですよ。いやトーミ、あ、ごめんなさい、トーミーです、デビン・ブラウンナイスピッチ。97マイルのファーストボールは155キロ、ランナー残塁に終わりましたが、しかしこの回カルリピケンの同点打、さらにはケン・グリフィーの押し出し、そしてホアン・ゴンザレスのセンターへの犠牲フライで4対2逆転に成功しています。このラドキーは今や本当にこのツインズの柱になっています。いわゆるツインズのエースが出てきました。マイク・ピアッツァ、6回目のオールスターで、オールスターでの成績3割飛んで8厘、ホームラン2。そうですね、ピアッツァのホームラン2というのは1本が落としちゃったフィラデルフィアのホームランですよ ね、 そうでしたね。このホームランと確かセンターオーバーでしたかね、はい、打って打点2でしたか、で MVP です ね、 ましたよね。そうです、3打数2安打ホームラン打点2ですね。いいコースへ飛ばしました。ノーアウト1塁2塁でチッパージョーンズ3塁、さすがチッパージョーンズ、これは好走塁ですよ。いい走塁でしたね。森永さんね、昨日とこうバッティング練習やってるでしょ、はい、まあ、相対的に野手の方が体が大きいと思うんですよ、特に状態なんか、はい、恐ろしいくらい、腕っぷしも太いしね、太いですもんね。私が昔やったこれよりはね、もっともっと体が大きくなってね、感じしますね、あ、場内はラリーコールが起こりました。高く上がって、これはリプケンのところです。リプケンファウルグラウンドで使いました。初球スパージョンズ戻って1点差、なおも1塁2塁。大活躍ですよ。大活躍ですね。初めてのオールスター、2打席連続ヒット、ウォルト・ワイス。ナショナルリーグで3割飛んで1厘、ホームラン14、打点60。高く打ち上げました。おっと、どちらかショートが使いました。インフィールドフライですね、はい、インフィールドフライをその前に宣告されていましたシェフィールド、その時点でアウト。2アウトでランナー1塁2塁。これがフロリダの関係者を今全部集めたんですが、リーランド、エンテリア、アルー、ブラウン、ネン、シェフィールド、ホワイト、確かにフロリダの同窓会と言いますかね。いや本当ですよ、ね、なんかスターティングメンバーができるくらいの、そうですね、特にピッチャーに関しては監督推薦ですので、ネンとかブラウンというのはやはりリーランドが選んだんですね。そうですよね、はい、それはありますよ、まあ、いい成績を収めてますしね、1番のビジオ、これはアルーですね、はい、モイゼス・アルー、今年からヒューストン、去年まではワールドチャンピオンのフロリダ。この後は2番のトニー・グインなんですが、そのグインのところに今デボン・ホワイトがネクストバッターサークルにいます。切れそうです。4回裏ランナースタートを切りましたが三振。今シーズンは彼自身ベストのアシュビーはすでに5つのコンプリートゲーム完投勝ちを収めています。
直前、オールスターブレイクの直前、7月5日はコロラド相手に完投勝ち。伸びてますが入りました。行きました、ロドリゲス。今のもどうでしょう、ボルミというくらいのコースじゃないかと思うんですけどね。シアトルのアレックス・ロドリゲスが突き放すホームラン。やっぱりリーチがあるんですよね。まあ、もし行くと一つの候補にも、 MVP の候補にもなりますが、これは高く上がりまして、ウォーカーがここまで行ってワンアウトです。同点打を放ちましたリプケン。ご覧のようにアメリカンリーグイースト、ニューヨークヤンキースの勝率ご覧ください。61勝20敗という成績。120勝するんじゃないですか。これはですね、7割5分3厘の勝率で史上1位。2位というのが実はブルックリン時代のドジャースで7割1分2厘という成績です。ワイルドカード争いです。正面ショートワイス、一塁マグワイヤーに送って、これで2アウト。ルーキー登場、ベン・グリーブです。オークランドの右投げ左打ち、22歳初めてのオールスター。マグワイヤーも、そして今ショートを守りずはベイエリアシリーズと言われて、あのサンフランシスコジャイアンツとオークランドアスレチックスで戦ったんですが、サンフランシスコ地震があった年です。あの時はマグワイヤーはまだオークランドのメンバーでした。初めてのオールスター、22歳で相当緊張したと思うんですが、初打席フォアボール。そしてバッターボックス、ケニー・ロフトンです。詰まってる、2アウトですからアウトは1つ、3アウト。とにかくボールがよく飛ぶマイルハイ、このシティ、デンバーにあるクアーズフィールド。さあ、それではホームランに注目してみましょう。ベーブ・ルースが1927年に60本、そして今年は61本という記録を抜くか、このマグワイヤー、それともグリフィーか、カブスのソーサか、アンドレス・ガララーガか、ロドリゲスか。ホームランレースは始まっています。はい、ますよ ね誰が打ってもおかしくないぐらい、はい、このあと62本が出るかどうか、今年のホームランダービー後半が楽しみです。なんか出そうな気がしますね。とにかくですね、村上さん、今のままのマグワイヤーの計算でいきますと、あくまでも数字上のことなんですが、71本出るということで、はい、まあ後半になって少しペースは落ちるかもしれませんが、十分チャンスはありますよね。ありますね。1番レフトアースタッド、そして2番アロマそのまま、3番グリフィーもセンターそのまま、4番ゴンザレスライトそのまま、5番ファーストのトーミーそのまま、そして6番にショートジーターと入っています。ラストバッターピッチャーがコロンです。ね、あのずんぐりした体なんですよね。左中間広く空いていた、長打コースになる、ホワイト二塁を蹴るか、蹴った、中継プレー乱れた、タッチはセーフ。いきなりスリーベースヒットが出ました。今日はノーヒット。ちょっと昨日から不審ですね。ホームラン競争でも予選落ちしましたからね。そうですね、最初の打席はサードゴロ、2回目は三振、1回と3イニング目にクレメンスから三振を喫しました。
そのクレメンスのコメントが入ってきています。偉大な選手たちと一緒にプレーできたことは素晴らしいことだ。特にランナーを背負ってビッグマックマーク・マクガイアを抑えたときは背筋にこの天気が走る思いだったと。バリー・ボンズにワーニングゾーンまで持っていかれたときはヒヤッとしたというロジャー、ね、クレメンスのコメントが入っていきました。これだけの選手でもそう思うんでしょう ね、 そうでしょうね。私は鳥肌が立つって言ったけどね。ワンエンドワン、ボンズ、そしてジョーンズ、ピアッツァと続きます。嫌ですよね、息抜けませんね。これ 7.2 打席に1本でしょ、1本ということですね。ソーサーは 10.1 本ですよね、はい、分抜いてますよね。結局歩かせました。そのサミーソーサーです。今のボール100マイル出ましたよ。出ましたね、160キロ。ご覧のように88フォアボールはナンバーワン、あとはボンズ、シェフィールド、バグウェル、オールドッドと続いています。そしてそのボンズ、あー豪快なスイングですね。早い早い、当たれば怖い。これだけ速いと、しかし高めのボールを投げた方がいいかもわかんないですね、低めよりは。あーそうですね、低めの方がバッターあの手が出やすいんですよね、はい、おあの高さだったらね、やっぱり振り遅れると思いますよ。97マイル155キロ、現役のホームランの数424、マグワイヤー、ボンズが392、その後カーター、リプケン、カンセコと続いています。ファール、前月イラブと投げ合っているこのコロン、あっとライトもう一歩も動きません。どこまで飛ぶか、アッパーデッキに当てました。あのね、サンフランシスコジャイアンツのマークのとこですよ、確かにそうですね、後で VTR でご覧いただけるかもしれませんが、アッパーデッキのそのフェンスのところに当てました。見事な一発、大きいですよこのホームランは。戻って、そして今ボンズがホームイン、ナショナルリーグ2点を返しました。いや、見事な一発でした。調子が悪いと言ってましたけどね、スライダーですかね、ですかね、100マイルほどの速球じゃないんですよね。見事に逆転に成功、ボンズ一発、6対5。やはりあの左に打ってました、あれがいずれもね飛距離がありました。見てみましょう。そうなんですよ、スライダーですかね、ちょっと抜けたような感じしましたね、セカンドゴロ、ジョーンズ倒れて、これでワンアウトです。ここまで飛んで、まさにサンフランシスコのあのサンフランシスコの旗のところですね、確かにそうですね、あそこにサンディエゴとサンフランシスコが隣同士なんですが、そのサンフランシスコの方に当たりました。恐れ入りました。20打席でオールスター初ホームラン、ボンズ、これは待って取りますが、一塁アウト、ツーアウトです。このサンフランシスコのあの旗のところに、まあ狙ったわけじゃないでしょうけど、いや本当ですよ、見事に当てていきました。逆転成功です。バッターボックスにはアルーが入っています。結局三振で3アウト。しかし5回の裏、見事にボンズの
スリーランホームランで6対5逆転に成功しましたナショナルリーグです。この回のナショナルリーグの守備ですが、一塁にガララーガが入りました。アトランタ、そしてカスティーヤがサード、アルーがライト、ロペス、キャッチャーがロペスに変わっています。そしてピッチャーがモントリオールのアービーナーに変わっています。5人目です。多分マグワイアは今インタビューをご覧のように受けていますので、マグワイアは交代ですね。ということは彼のホームランは今日は見られません。ゲリはまだピアッツァのままです。マスクはロペス、これはモイゼス・アルー、アルーはライトに入っています。おっと弾いた、ヒットになったから先ほどのは。ヒットですね。これでナショナルリーグ守っていますが、アメリカンリーグのヒットの数は10になりました。ケン・グリフィーに、バット折れました。ピッチャー飛びつきましたがダメです。おっとセカンドで投げられない、投げられません、投げられません。さあそしてホアン・ゴンザレス、レギュラーシーズン現在101打点、今日はしかしヒットがありません。一発の欲しい人にまだ出ません。そうですね、ちょっと今日は当たってませんね。再逆転なるかどうか。6回表です。ここまで11安打のアメリカンリーグ。歩かせましたね。歩いてワンアウトフルベースでバッターボックスジーターという場面です。で120勝ぐらいするんじゃないのったら、本当にねそんな顔してましたよ、はい、でもヤンキースはちょっと心配はイラブがね、そうですね、良くないですからね、落ちましたからね、はい、このねちょうど、ちょっとした休み期間にね、コンディションを立て直してほしいですね。そうですね、アロマ、ケン・グリフィー・ジュニア、そしてトーミと塁が埋まっています。おっと弾いてます。アロマが今ホームイン、同点。しかしどうしたんでしょうね。ロペスですね、先ほどからボールをこぼすケースが多くなっています。2つ目ですよ。6対6です。違いでしょうかね、スライダーとストレートのサイン違いでしょうかね。ここに構えてますでしょう。で、構えているところには来てるんで、あとは球種の違いですか。かもしれませんよ。今のはスライダーですね。おバットが飛んでった。おっと危ない。ファールだそうです。反対やね。すごいですね。また後ろにそらしている。今度は再び勝ち越しアメリカンリーグ7対6。ケン・グリフィー戻りました。ローペース、これで3つ落としました。今のはショートバウンドしたかもしれませんけどね。そこへね、抜けたように来るとダメなんですよ。強烈、トーミ戻って8点目、8対6。粘って結局三遊間を破りました。ロドリゲス。4回でした。なんか2点3点って感じで。本当ですね。あわやホームランという当たりでした。カルリプケン。目のアビーナ35球目。正面です。ようやく攻撃が終わりました。3アウトです。6回に逆転に勝ち越しに成功しましたアメリカンリーグ。8対6、ヒットの数はアメリカン12、ナショナル6。この回から5人目の
ルーキーキューバ出身アローホ、タンパデビルレイズのアローホがマウンドに上がっています。バッターボックス8番ショートのウォルト・ワイスからです。ナショナルリーグの攻撃6回裏、これが2球目、センターこの回からレフトからライセンターに変わっているアースタッドです。そしてサードにはブローシャスが入ってファーストはパルメーロです。大幅にメンバーを変えてきました。ピッチャーのアービーナのところにこの人です、フェルナンド・ビーニャ。ミルウォーキーです。ブリュワーズの右投げ左打ち、そのビーニャが左中間が空いているところ、ワンバウンド、レフトバックしましたね。右です。そうですね、バッティングだな。いいバッティングですね、今日2本目ですよね。これは2番に入っているホワイト、いいバッティングを見せました。バッターボックスにこれからアンドレ・ガララーガが向かうためです。スタンディングオベーションになりました。そうですよね、去年までねここで打ってましたからね、ナショナルリーグ第4位のホームラン、72は第6位、スラッギングパーセンテージ6割2分8厘、長打率はナショナルリーグ第4位という今年からアトランタのアンドレス・ガララーガ。あ、大きい大きい、もう一つか、もう一つの打線、モーニングゾーン、ランナー2人残塁、期待を込めてスイングですが、センターフライ、バットの先ですかね、少し。あ、そうですね、しかし当たりは良かったんですがね、ちょっとだけでね、あとボール半分ぐらい内側に寄ってればね、バットの。そうですね、はい、ラストバッターに入っているサードのブローシャスからです。今アメリカンリーグのオーダーを申し上げますと、1番センターのアースタッド、2番セカンドのロベルト・アロマー、3番レフトのオニール、4番ライト・ラミレス、5番ファーストのパルメーロ、6番ショート・ジーター、7番キャッチャーのイワン・ロドリゲス、8番ピッチャーのアローホ、そしてラストバッターがサード、現在バッターボックスのブローシャスです。ホフマンの成績をご覧いただいています。これが初めてのオールスターゲーム、ナショナルリーグで現在25セーブを挙げてナンバーワン、25回のセーブ機会すべてセーブに成功しているという5人目のピッチャーのホフマンです。今度佐々木みたいな感じですね。あ、そうですね、あ、いいボールですね。スライダーでしょうか。いや、スライダーと違いますね、高めに落ちてますからね。去年の9月からホームランを許していないという今日5人目のピッチャー、サンディエゴのクローザーホフマン、ご覧のようにウエストの現在の成績です。アナハイムトップ、テキサス続いてオークランド、シアトルはちょっと離れています。このアナハイムとテキサスの争い面白いですね。面白いですね。意外なのはシアトルでしたね。ああ、そうですね、ロドリゲスがいて、そしてケン・グリフィーがいて、その打線がもう一つつながりません。詰まってます。レンテリア、インサイド落としましたね、はい、NFL のブロンコス、そして NHL アイスホッケーのアバランチ、96年のスタンレーカップ優勝を飾りました。そして NBA のナゲッツ、女子のプロバスケットボールもあるこのデンバーです。J
チェンジアップ、カーブ、ライト、ライト、入ったね、ライト、持っていった、持っていきました。ロベルト・アロマ一発、あ、サンディ・アロマがこうして今出てきましたね兄弟ですからね、兄弟ですからね、9対6 3点リードアメリカンリーグ。しかし見事な一発でした。6人目のホフマンが打たれました。打ったロベルト・アルマ、その一瞬13本のヒットを連ねたことになります。アメリカンリーグ9対6。掲示板の上にはですね、亡くなったハリー・ケリーさんの映像が出ているんですが、しばらくはこの映像と歌でお楽しみいただきましょう。こうして観客の皆さんの視線の先は電光掲示板なんですが、その電光掲示板にはあの亡くなったシカゴリグレーフィールドの名物おじさんとして親しまれてきましたハリー・ケリーさんのこのテイクミアウトゥザボールゲームの指揮者ぶりを映し出していました。詰まってます、ワンアウト。素晴らしいですね、この内容、ウェットの内容もね。アメリカンリーグはこれで6人のピッチャーを使いました。高く上がってキャッチャー、この回から変わったサンディ・アロマ、去年の MVP、 1対1の同点の7回、見事にツーランホームランを放ちました。そのウェットラン、そのサンディ・アロマ、今のは抜いたカーブでしたよ、はい、うまみのあるピッチャーですね、非常に。ツーアウトでランナーありません。6人使いましたんで、あと残っているのはボストンのゴードン、それからペドロ・マルチネス、アナハイムのストッパーのパーシバル、そしてテキサスのセールと、この4人だけになりました。野手はこれで全部使い切ったアメリカンリーグですね。使い切りましたね、はい、延長戦だったら困りますねでも困ると言ってもね、全ていい選手ですからね。でナショナルリーグはこのウェットランドもそうですが、この後アナハイムのパーシバルもストッパーとして残ってますからね、一方のナショナルリーグの方ですが、今申し上げたのはアメリカンリーグです。ストッパーとしてはジャイアンツの面が残ってますし、
フィリーズのあの奪三振をシリングはまだ投げていません。それからレッズから7月の4日にドジャースに移りました。ショーも残っていますが、現在はアメリカンリーグリード。7回終わって初めて三者凡退、1回に続いて三者凡退ですね。でもね、今手が出ないって感じの三者凡退ですよ。そうですね、見事なウェットランド火消しぶりを見せました。この放送は MLB インターナショナルの協力を得て、こうして衛星放送を通じてお伝えしています。さて、新しいドジャースのユニフォームを着たショー、映っていた左側の人がバドシリングコミッショナー。ご覧のように2勝4敗23セーブ、ドジャースのマークはついていますが、そうですね、成績はこのレッズの時代のものです。7月の4日、あのドジャースの将来の4番候補とも言われてますクネルコと、それからあのバレンゼーラ以来の左ピッチャーと言われるレイエス、2人とこのショーとの交換、2対1の交換トレードでロサンゼルスドジャースはストッパーを得ました。初めてのオールスターです。ブレッドブーンですね。今日が誕生日のショー、ラファエル・パルメーロ、ホームラン26は第4位、72打点も第4位という現在の彼の成績です。面白い、落ちました、バットが折れましたけどね。ご紹介したように今年は直前にトレードされて、まだドジャースでのプレーはありません。ですからオールスターで初めてのドジャースで日本を切るというねえ、おかしいですね。ですね、オマール・ビスケールです。ここで代打オマール・ビスケール、クリーブランド・インディアンスのスイッチヒッター、ランナースタートを切っていました。左中間が浅いところ、一塁を蹴ってビスケールは二塁に行くで、途中で止まりました。一塁へ戻ります。ランナースタートを切っていました。ワンアウトランナー1、3塁となっています。アメリカンリーグ8回表の攻撃です。シーズン2割6分1厘、ホームラン5、打点30、去年の MVP。 一塁ランナースタート、詰まってるが面白い、落ちた。三塁ランナーゆっくりとホームイン、得点とうとう2桁、10対6。当たったコースが良かったですね。いやー、でも作戦が全部当たってるって感じしますね。ランナー動かしておいて、16安打を放っているアメリカン、ファールです。詰まってます。ショート一塁は一塁もアウト、ダブルプレー、いいプレーをしてくれましたね。10対6、8回の表アメリカンリーグの攻撃は終わりました。詰まってますワンバウンド、ノーアウト一塁です。4点差ですからね、はい、ご覧の25セーブを今シーズンボストンレッドソックスで挙げています。そのボストンは現在アメリカンリーグイーストディビジョンで、ニューヨークがもう本当に言ってみればぶっちぎりのその強さを見せているんですが、第2位の52勝33敗、
そのホームランも期待されたマグワイアのコメントが今届きました。おっと落としてる。ランナー一塁二塁ともにセーフです。オールスターゲームは大変楽しくプレーさせてもらった。1994年のストライキの時にファンがみんな離れていってしまったと思っていたが、これだけ多くのファンが見に来てくれて本当に感謝している。ホームランを打たなければというプレッシャーはないとは言わないが、私の顎のひげが白くならないうちはまだ大丈夫。顎ひげが白くなってきたらプレッシャーがかかってくると思ってくれという、なかなかこのユニークなコメントを出してくれました。その大リーグの人気を表すバロメーターの一つともなるこのオールスターのファン投票ですが、実は5月の2日から6月の21日までスタジアム以外でもいろいろなそのお店にファン投票の用紙があって、それで投票が可能、また今年はインターネットでの投票もありまして、1107万3354票が集まりました。94年に次いで2番目に多い数字だそうです。逆に今日本で大いに盛り上がったワールドカップサッカーのことはアメリカではほとんど盛り上がっていませんので、そうですね、15% の人がテレビを見たことが 15% の人しかテレビを見たことがないと言っていました。なるほどね。さあ、走行するうちにチャンスを迎えました。チャンスを迎えましたよ、はい、ノーアウトランナーがフルベース。ボックスはパドレスのグレッグ・ボーン、代打登場。今シーズン2割9分のクリン、差はあっと一発を狙ってきます。差は4点あります。一発出れば同点というところですが、過去41本18本、そして今年30本とホームランも放っているこのグレッグ・ボーン。一発は期待できますね、30本は過去に打ってるんですけどね、抜けました。1人帰った。そして2人帰りました。10対8、2点差。ナショナルリーグ追い上げるか、まあ、観客が発表になって51,267人、その観客の間から大きな拍手が出ました。強烈なヒット、レフトへ。二塁ランナーどうする。三塁蹴った、バックホーム。いいボールが返ってきた。タッチはアウト。好返球、見事な返球を見せましたレフトのオニール。いやー、これは見せましたね。いや、見せましたね。見事な返球です。決して浅くはありません。ここまで飛んでいます。ここから一直線。待ってました、サンディアロマ。待ってましたね。さあ、そしてアンドレス・ガルラーガ。ここでただ一発出れば逆転ですからね。足の意味としてはね、無理しなくてもよかったかなという感じはしますけどね。はあはあ、でもこれがオールスターなのかなという気もしますね。なるほど。バンド、うまい。一塁はダブルプレー。見事。ビスケール、さすが守備のうまいところを見せました。オニールも、そしてビスケールもうまい守備を見せたこのイニング。8回終わって10対8、その差2点。ストッパーのロブネン、去年ワールドチャンピオン、今年からサンフランシスコのユニフォームを着ているこの人です。センターに弾き返しました。もうバッターとしては絶対まっすぐ来ると思ってますからね。ピッチャー以外です。ランナースタート。十分
完全に詰まりましたよ、いいスタートを切りましたね。フローシャスです。ニューヨークヤンキース現在首位独走。これで5個目の三振になりましたので、これでオールスターのニューレコード、新しい記録になりました。正面、おっとランナーは二塁を蹴って三塁を蹴ってストップです。ストップ、戻ります。グローシャス、いや今あの芝生のところでバウンド変わったように見えましたよ。そうですかね、そうですね、確かにそうですね、ちょっとバウンドが、ね、上がったように見えたんですけど、ね、はい、ランナー一塁スタートを切っている。三塁ランナーその行方を見て、今ホームイン11点目、一塁ランナーも三塁に到達しています。11対8、3点差にリードを広げました。面のボールでも平気で打っちゃうんですね。ダーラムです。94年の首位打者、去年まで5年連続3割を放っています。90年と96年、レッズとニューヨークでワールドシリーズの経験に、一塁ランナースタートを切っていました。今ね、ファーストの、ね、ガララが離れてますからね、塁をね、そうですね、容赦ないですね。しかし本当ですね、3点リード、18安打のアメリカンリーグ。メジャー14年目のポール・オーニール、35歳、バットの先はファール。よく取った、よくこれは反応しました。ガララーがよく取りました。いや本当に取りましたよ今の、まあ、過去にもね、ゴールデングラブ取ってますからね、4番のラミレス、途中から登場してライトを守っています。クリーブランドインディアンズ。三塁ランナーアースタット、二塁ランナーダーラ、内野前進、右へ前進してきました。掴んで三塁ランナータッチアップからスタートがちょっと遅れた、どうか、これはタッチはセーフ。もう1点追加、12対8、4点差。今までのオールスターの記録は、これは操作です。3時間10分というのが今までのオールスターの記録なんですが、6時42分にゲームが始まってますので、もうあのオールスターで一番長い記録は塗り替えてるんです。あ、そうですか。3時間間もなく30分になろうというところです。センター前にボールが転がって、2塁ランナー蹴った、そしてホームイン、また1点を加えた、13対8。1954年のムニシパルスタジアムで、クリーブランド、あの今のジェイコブスフィールドの前ですが、1954年の7月の13日に行われたムニシパルスタジアムでのゲームが3時間10分、これを今超えています。それからこれで21得点になったわけですよね、両チーム合わせて、ね、これも記録ですね。21得点も記録ということで、今年はこの乱打戦で記録を塗り替えています。今調べていますと、この時は11対9でアメリカンリーグが勝利を収めています。一塁、見せました。いや見せましたね、これは見せました、見事なプレーを見せました、レンテリア。いやこれは今日の最高のプレーじゃないですか、ね、守備で ね、このバックアップに入って、
そして素手で取ってすぐに一塁でエンテリーヤ。合わせてヒットが30本、得点は13対8、21点、両チーム合わせてという成績。ここまでパーシバルの成績をご覧いただいています。右へファール、わずかファールです。わずかに切れましたね。このバッターも力がありますからね。もう一本ヒットが出れば並びます。結局三振、ワンアウト、ビシェット。ワンアウト。パーシバル好投が続いて、これでツーアウト。アメリカンリーグのヒットが19、ナショナルリーグが11。98まで出ましたよ、パーシバル。あ、出ましたね。170キロ近い、170キロを超える、157キロを超えるスピードです。ジェイソン・ケンドールは3割3分6厘はナショナルリーグ第3位です。最後に残っていたケンドール代打、ファール。バッターケンドールセンターに抜けます。これで両チーム合わせてのヒットの記録、オールスターの記録に並びました。31本です。まあ、しかし31本ですね。三振、3アウト、試合終了。今年のオールスターゲームは13対8でアメリカンリーグが勝ちました。両チーム合わせて31本のヒットはオールスターゲームタイ。勝ち投手はアメリカンリーグ4人目に出てきたコロン。そして負け投手はアービーナ。こちらは5人目に出てきましたナショナルリーグの5人目のアービーナが負け投手ということになりました。これで両リーグの対戦成績がアメリカンリーグの28勝40敗1引き分けということになりました。今日このオールスターゲームが終わって、明日明後日から再びペナントレースは後半に突入する98年です。いやー、それにしてもよく打ちましたね。いやー、打ちましたね。本当にね、こんなになるとは思いませんでしたよ。そうですね。今日はケン・グリフィー、そして操作は、まあ、出る予定ではなかったんですが、マクガイアーといったところに注目がホームランバッター集まりました。ところがホアン・ゴンザレスも打ちません。ガララガも惜しい当たりはありましたが1本ありません。そしてマクガイアーもケン・グリフィージュニアのホームランも見ることができませんでした。今連絡が入りました。ロベルト・アロマーが MVP というふうに決まりました。ということは去年から兄弟で MVP 取ってますよ。そうですね、去年もサンディ・アロマー、今年はロベルト・アロマーという、今日はアロマーホームランとそれからヒットも2本あります。そのアロマーがバッティングで活躍して、去年今年と、兄弟続けての MVP ということになりました。もう着替えてますよ。ああ、そうですね。本当ですね。
今こうして記者のインタビューに答えているところです。去年はあのジェイコブスフィールドでサンディ・アロマーが、そして今年はロベルト・アロマーがホームランを打って2年連続兄弟で受賞ということになりました。